ニュートン・ナイトは、アメリカの農民、兵士、ミシシッピ州の南部ユニオニストであり、南北戦争中に南部連合軍に抵抗した連合軍脱走兵の団体であるナイト・カンパニーのリーダーとして最もよく知られている。地元の伝説によると、ナイトとその部下の者たちは戦争の最中に、ミシシッピ州、ジョーンズ軍とその周辺の地域に、ジョーンズ自由州を作ったという。 南部連合政府に対するナイトカンパニーの抵抗の性質や程度がどういうものであったかについては歴史家の間でも議論がある。戦争の後、ナイトは共和党に入りミシシッピ州のレコンストラクション政府で連邦法案官代理として働いた。ナイトは長きに渡りこの地域において企業方変の激しい人物であり、動機や行動について人々の意見は分かれている。 この議論は、戦時中に、ナイトが奴隷と共闘したこと、及び戦後に解放奴隷と結婚したことに対して、社会に広く見られる抵抗感によって激化しているところもある。ナイトの仲間たちは、ミシシッピ州の南東に、小さな人種混合の共同体を発達させていた。ミシシッピ州は、戦前も戦後も、レコンストラクションの時期を除いて、異人種間結婚を禁止していたため、 ナイトの結婚は違法とみなされるものであった。ナイトについての映画には、ジョージ・マーシャルが監督した、愛と地の大地や、ゲイリー・ロスが監督し、マシューマコノヒーが、ニュートン・ナイトを演じて2016年6月に、公開された、ニュートン・ナイト自由の旗を掲げた男がある。ニュートン・ナイトは、ミシシッピ州、ジョーンズ郡のリーフ川近くで1837年11月に、 アルバートナイト夫妻の息子として生まれた。生まれた年は、息子のトムナイトが1830年であると電気で記録しており、大名のエッセルナイトは1829年生まれだと書いている。破壊詞には、名前がスチュアート・ニュートンナイトであり、1829年11月10日生まれで1922年2月16日に亡くなったと書かれている。 しかしながら1900年の国勢調査では、ナイトは1837年11月生まれで、あると記録されており、これは本人の証言である可能性が高い。この日付は他の年の国勢調査記録とも一致するものであるが、家族の来歴を隠すために国勢調査員に間違った生まれ年を教えたという可能性もある。ヨーマンの子供を対象とした公立学校がなかったため、 ニュートンはおそらく母から読み書きを教わった。ニュートンは戦前のジョーンズ軍で最大規模の奴隷主の一人であったジョン、ジャッキー・ナイトの孫であった。しかしながらニュートンの父アルバートは奴隷を所有しておらず、父の死に際して相続もしなかった。ニュートン・ナイトは一度も奴隷を所有したことがなかった。ニュートンの息子によると、ニュートンは原始バプテスト派の信仰ゆえに、 道徳的に奴隷制度に反対していた。父や祖父と異なり、信仰する宗派の教えにのっとってニュートンはアルコールを口にしない誓いを立てていた。ニュートンナイトは1858年にセリーナ・ターナーと結婚し、二人はミシシッピ州ジャスパー軍南東の軍境のすぐ向こうに小さな農場を建てた。ジョーンズ軍はジョン・ H ・パウエルを 協力派つまり反分離派の候補として1861年1月のミシシッピ州分離会議代表に選出した。パウエルは第1回投票で分離に反対する投票をしたが、プレッシャーに負けて第2回投票で投票先を変更し、北部ユニオンからの分離に投票する多数派に合流した。だいぶ後のインタビューで、ジョーンズ軍の有権者の多くが、パウエルの選択肢が、 どれほど限られたものであったのか理解しておらず、その行動に裏切られたと感じたとニュートンは示唆している。ニュートンは1861年に南部連合軍に入隊した。6ヶ月後にニュートンは病気の父を介護するため、帰宅する休暇許可を受けた。1862年5月にニュートンは、多数の友人や隣人とジャスパー軍第7大隊、F 中隊に入隊した。 この人々は見知らぬ人々と過ごすよりは同じ中隊で軍務に就きたいと考えていた。1862年の夏から秋の間、南部連合軍では様々な理由により脱走率が上昇した。コリンスの包囲戦の結果、兵士に食料や必需品の補給が行き渡らなくなった。上温ズ軍地域の兵士たちは妻や子が農場を続けるのが難しくなっているという、 悲惨な状況が故郷から伝わってきていることに心を痛めていた。ニュートンは南部連合当局が自分の家族の馬を挑発して使っているという話を聞いて激怒した。しかしながら多くの人々はニュートンが脱走した主な理由は南部連合政府が20人黒人法を通過させたことに対する怒りだろうと信じている。この法により20人以上の奴隷を所有している。 大規模プランテーション所有者は軍務に着かなくて良いということになった。農場主がさらに20人を所有している場合、家族のうち一人が軍務を免除される。ニュートンはさらに義理の兄弟であるモーガンが、ニュートンの留守中に課長となり、ニュートンの子供たちを虐待しているという話も聞いていた。モーガンの身元についてはこれ以来よくわかっていないが、おそらく日雇い労働者で、 有罪判決を受けた殺人犯であるモーガン・ラインズのことであろうと考えられている。ニュートンは1862年10月に敵前逃亡の扱いになった。ニュートンは後に北部ユニオンと戦いたくない時に軍が俺を徴兵する権利があるのなら、俺にだってそうしたい時にはやめる権利があったはずだと述べて逃亡を弁護している。 コリンスでの敗退後の退却の際に逃亡してから320キロの移動を経て故郷に戻ったニュートンは親戚によるとモーガンを打ち殺したという。1863年の初めにニュートンは南部連合当局により逃亡の罪で逮捕、収監され、おそらく拷問を受けた。当局は他の者たちへの見せしめとしてニュートンの家と農場を焼き、家族を貧窮状態に追い込んだ。 ビックスバーグの包囲戦でユニオン軍が勝利した後に逃亡兵の数が膨れ上がるにつれて南部連合当局はジョーンズ軍の逃亡兵が略奪をしたり家を焼いたりしているという報告を受け取り始めるようになった。ブラックストンブラック将軍は逃亡兵や流浪者を調査して借り集めるためエーモスマクルモア少佐をジョーンズ軍に派遣した。年月日 マクルモアは、エリスビルにあるエイモス・ディーソンの家で射殺されたが、ニュートンがマクルモアを殺したと信じられている。ニュートンは、当局の目を逃れるためリーフ川の沼地に逃げ込み、他の逃亡兵や逃亡奴隷をここで見つけた。ニュートンと、その支持者たちは1863年10月13日に、ナイトカンパニーと呼ばれる組織を作った。これは、ジョーオンズ軍は隣接するジャスパー軍。 コビントン軍、ペリー軍、スミス軍出身のゲリラの一団であり、税金に代わる物資摂取などを行う南部連合当局から家族や農場を守ることを目指すものであった。ニュートンはカンパニーのキャプテンに選ばれ、この集団にはニュートンの親類や隣人が多数所属していた。カンパニーの主な隠れ場所は悪魔屈と呼ばれており、ジョーンズ軍とコビントン軍の境を流れる。 リーフ側に沿っている場所にあった。地元の女性や奴隷が男たちに食べ物その他の支援を提供していた。南部連合当局が自分たちの農場に近づいて来ると女性たちがつ笛を吹いて知らせた。1863年末から1865年、初めまで伝えられるところによるとナイトカンパニーは南部連合当局と40回も衝突した。 1863年12月23日にナイトカンパニー支持者であったサリー・パーカーの家で起こった衝突では南部連合兵士が1名死亡、2名重傷となった。同じ時期にニュートンはポールディングの襲撃を指揮し、この村でニュートンと部下たちは荷車5台分のトウモロコシを摂取して地元の人々に分け与えた。ナイトカンパニーは 南部連合の役人たちに嫌がらせを行い、徴税人、徴兵人その他の役人が多数、1864年の初めに殺害されたと報告されている。1864年3月に、ジョーンズ軍裁判所書記は、ゲリラのせいで軍における徴税は、ほぼ不可能になったと知事に通知した。2016年に、1864年2月13日付で、 ユニオン軍の石膏からユニオン軍のジョン・ M ・パーマー少将宛てに送られた手紙がアメリカ国立公文書記録管理局で研究をしていた歴史家の手で発見された。これによるとナイトカンパニーの人数は600人もいると見積もられておりユニオン軍と同盟する意図も確認されている。正確な人数はいまだにわかっていないが戦後のニュートンのインタビューからすると 125人くらいで、それ以上ではなかったということである。1864年の春までに、ジョーンズ軍においては、南部連合政府が実質的に打倒された状態になった。レオニダス・ポーク中将は1864年3月21日に、ジェファーソン・デイビスに対して、ジョーンズ軍の状況を説明する手紙を書いている。ポークは逃亡者の一団は、公然と反乱し、 最初から挑戦的で、自らを南部ヤンキーと呼び、自分たちを捕まえようとする力には、武力闘争で抵抗すると決めていると述べている。1864年3月29日には、南部連合のキャプテンワート・トムソンが、アメリカ連合国陸軍長官、ジェームズ・セドーンに対して、ナイト・カンパニーがエリスビルを抑えて、ジョーンズ軍の裁判所に、 アメリカ合衆国の国旗を掲げたと述べる手紙を書いた。トムソンはさらに、この地域は完全にこの連中のナスがままだと報告している。ウィリアム・シャーマン将軍は地元の集団からこの地域の南部連合からの独立を宣言する手紙を受け取った。1864年7月にナチェズ新報はジョーンズ軍が南部連合から脱退したと伝えた。ポーク将軍は ナイトカンパニーの行動に対して、まず1864年2月にこの地域に、ヘンリー・モーリー大佐の文献隊を送ることで対処した。モーリーはこの地域を一掃したと報告したが、逃亡兵たちは、ヤンキーの助けを得て戻ってくると脅していると記した。すぐ後に、ポークは後に知事となるロバート・ローリー大佐率いる、古参兵の一団を派遣したが、ローリーは後にニュートンを、無知で、 無教養な男と描写している。沼地でブラッドハウンドを用いてゲリラを追跡し、ローリーはニュートンのいとこであるベンジャミン・フランクリン・ナイトやシルコールマンを含むナイト・カンパニーの10名を集めて処刑した。しかしながらニュートン・ナイトは逃げをおせた。後にニュートンはカンパニーは南部連合の戦線を突破してユニオン軍に参加しようとしたができなかったと述べた。 戦争が終わると、ユニオン軍はニュートンに、ジョーンズ軍で困窮している家族に、食料配布をする仕事を与えた。ニュートンは、近くの軍で、まだ奴隷にされている子供たちを解放するための、襲撃も率いた。多くの南部ユニオンニスと同様、ニュートンは、共和党を支持していた。ニュートンは、ジャスパー軍の自分の農場に戻っており、そこで、地元の作物を育てていた。 1870年にニュートンは連邦政府に対して1864年にローリーに処刑された10名を含むナイトカンパニーのメンバー数人に保証をするよう請願した。ニュートンは地元の判事や州の上院議員候補を含む数名から自分がユニオンに対して忠実だったという先制不承言を取り付けていた。しかしながら連邦請求裁判所はこれを退りけた。 ニュートンは、共和党知事やデルバート・エイムズのレコンストラクション、政府を支持していた。1872年にニュートンは、南地区連邦保安官代理に任命された。白人準軍事組織の反乱分子と共和党、レコンストラクション政府の間に紛争が起こったため、1875年に、エイムズはニュートンを、ジャスパー軍第一不評連帯大佐に任命したが、これは、 ニュートン以外全員黒人の連帯で住民を反乱活動から守るためのものであった。しかしながら白人の民主党員がこの年に州政府の実権を掌握し、エイエムズを知事の座から追い落とした。レコンストラクションは1877年に公式に終了した。ニュートンも政治から身を引いた。1870年半ばまでにニュートンは 妻のセリーナと別れていた。ニュートンは解放奴隷のレーチェルと結婚したが、レーチェルは以前はニュートンの祖父の奴隷であった。この時期にニュートンと最初の妻、セリーナの息子ですでに大きくなっていた息子マットは、レーチェルが以前に別の男性との間に設け、すでに大人になっていた娘ハニーと結婚した。ニュートンの娘モリーはレーチェルの息子ジェフと結婚しており、 コミュニティに3つの異人種間結婚による家族が誕生した。ニュートンとレイチェル・ナイトは、レイチェルが1889年に亡くなるまでに数人の子供を設けた。ニュートン・ナイトは1922年2月16日に84歳で亡くなった。白人と黒人を同じ墓に埋めることを禁ずるミシシッピ州法にもかかわらず、ニュートンは個人の意向により、 家族の農場を見下ろすジョーンズ軍の丘の上に、レーチェルと並んで葬られ、今ではここは、ナイト家族墓地と呼ばれている。ニュートンの墓品には、他人のために生きたと彫られている。ニュートンナイトと、その支持者たちに関する最初期の記録は、ニュートンや南北戦争時代を生きた他の地元の人物の子孫により刊行されたものである。1935年に、 ニュートンの息子であるトマス・ジェファーソン、トム・ナイトが父について、ザ・ライフ・アンド・アクティビティーズ・オブ・キャプテン・ニュートン・ナイトという本を出版した。トム・ナイトは父を賛同できない大義のために戦うことを拒んだ、南北戦争時代のロビン・フッドとして描いた。この本の特筆すべき点として、ニュートン・ナイトが戦後にレイチェルと結婚したことを記載していないということがある。 欧米のエセルナイトは1951年にエコー・オブ・ザ・ブラック・ホーム、アン・オーセンティック・テール・オブ、ザ・ガバナー・オブ・ザ、フリー・ステート・オブ・ジョーンズという歴史書を書いた。エセルはニュートンを南部連合の裏切り者として批判し、解放奴隷の女性と結婚したことを厳しく非難した。エセルナイトはニュートンを無知で遅れた人殺しの、無本人として描いた。エセルによると、ナイト・カンパニーのメンバーのほとんどは、 北部ユニオン支持者ではなかったが、ニュートンに操られてその大義に参画させられたということであった。ルディ・エイチ・レベレット博士は、ザ・レジェンド・オブ・ザ・フリー・ステート・オブ・ジョーンズを上司したが、これが南北戦争前及び戦中に、ジョーンズ軍で起こった出来事に関して20世紀で初めて刊行された学術的単行本であった。ニュートンナイトに暗殺されたと伝わっている。 エーモス・マクルモアの彦であるレベレットは、ナイト・カンパニーの行動は、ジョーンズ軍の住民大多数の意見を代表していたわけではないと論じている。レベレットは大多数が、南部連合に忠実であったという証拠を提出しており、ジョーンズ軍は決して南部連合から分離したことは、なかったと結論付けている。レベレットの祖先であるマクルモアは戦争中、軍務のためにこの軍で立ち上げられた。 シガン兵カンパニー八つのうち一つを指揮していた。ビクトリア・イヴァイナム博士は、ザ・フリー・ステート・オブ・ジョーンズ・ミシシッピー・エス・ロンゲスト王で、南北戦争時代のジョーンズ軍の住民の考え方を形作るのに影響を与えた経済的、宗教的、親族的要因を探求している。ほとんどは奴隷を所有しておらず、1860年の 軍人口のうち黒人は12%しかいなかった。バイナムは、ジョーンズ軍は、南部連合から分離しなかったとも結論付けている。バイナムの記述によると、ニュートンと、その支持者2名はそもそも、ジョーンズ軍が、北部ユニオンを離れたことがなかったと考えていた。バイナムは、戦後のこの地域の歴史も追求しており、ニュートンナイトと解放奴隷のレイチェールによる事実婚と、 その子供たちからなる二組の夫婦によって、形作られる三つの偉人種混合家族も、精査している。バイナムは二十世紀までこの家族の歴史をたどって、その子孫が巻き込まれ、ミシシッピ周祭交際にまで持ち込まれた、偉人種間結婚をめぐる訴訟についても記述した。サリー・ジェンキンズとジョン・ストーファーは、デレェレットやバイナムの研究を、客中のない一般向けの形で広げた解説を、 書いている。著者たちは戦争中にニュートン・ナイトがジョーンズ軍における南部連合のコントロールを終わらせ、レコンストラクションの間も反人種差別、ユニオン支持の姿勢を続けたことを強調している。ありがとうございます。